どうも皆さん、こんにちは。ビーチクボーイズです。今日も今日とて名探偵コナンの解説をしていこうと思います。今回のテーマは一番ホットな話題、新劇場版名探偵コナンとなります。いやー、ティザー動画見ましたか？今回はアガサ博士のカーチェイスが本当に見れそうですね。とてもワクワクしています。結構ツイッターでも意見のあったこの泣いてる愛ちゃん、ニアの司法説というのがあって、さすがコナンファンは着眼点が違うなと思いました。本当はティザー動画の解説をもっとしたかったんですが、事件が起きてしまいました。タイトルの通り、転売ヤーが映画チラシを大量に持ち帰り、それをメルカリサイトで売りつけるという事件です。間違いない、やつだ、転売ヤーが来たんだ。今回はこの映画チラシ事件に関して解説していきたいと思います。では実際の画面を見てみましょう。なんと50枚が約1000円で売れています。これの一番の問題点は、1枚ではなく30枚、50枚とまとめ売りをしているということです。皆さんもこう思わないですか？たかが1000円のために必死すぎるだろうと。そうなんです、転売屋はとにかくお金のために必死なのです。なのでまとまったお金が欲しいために、一度で置いてあるチラシを全部持ち去ってしまうのです。さらに少しでも利益を得るために、一つの映画館ではなく複数の映画館を回ります。そうなれば純粋に欲しい人の手に渡らない現象が起こるので、本当に迷惑ですよね。また転売屋から買うなという意見もありますが、例えば村へに行く時間がなかったり、近くに映画館がなく交通費がどうしても高くなるという人であれば、買ってしまうのも仕方ないと思います。ですがそういった人に対して高値で売りつけるのは非常に腹立たしい行為ですね。ここが米花町であれば、転売屋はきっとハンザーさんによって全滅させられているでしょう。ではこの事件に対するファンの反応を見てみましょう。コナン映画のチラシ、無料でもらえるものなのに転売する輩がいるのか。転売屋だひね。地元の映画館も予告映画広告の転売対策してくれていた。コナンのフライヤー、まだないのか、もうないのかわからないけど、近所は全滅だった。150枚、3280円は草。ジャニ系のチラシはスタッフの手渡しになっている劇場もあるね。チラシ種に入らなかったな、確かに。こんなことする輩がいるとは。大量転売は問題だが、転売自体を止めるのは無理だろうと思う。まあ満場一致で転売や滅ぶべしで結論つきましたね。では話をちょっと変えまして、このような炎上事件が劇場版名探偵コナンハロウィンの花嫁でも起きてしまいました。それは理想の花嫁ランキングです。いわばコナンに登場する女性キャラの人気投票ですね。この理想の花嫁というワードにフェミがご立腹でした。どうやら理想の花嫁というワードがなんか差別的だったんでしょうね。ビーティクボーイズから言わせると、この事件は全くコナンに興味がない、そしてとにかくフェミ関連で難癖つけて炎上させたい人たちが引き起こしたと考えています。コナンファンにとってこういう人気投票はなかなかない機会なので、純粋に楽しんでいるはずです。例えば今すぐ存在を消したいキャラランキングとかの、明らかにキャラをディスるような企画は炎上しますが、理想の花嫁だけで炎上はあそこまでしないはずです。今回の炎上事件も、転売屋というお金が欲しいだけのコナンをそこまで好きではない層が引き起こしているはずなので、本当にコナンファンにとって悲しいことばかりです。ですが映画公開まであとちょっと、どんどん漫画も盛り上がっているようなので、これからのコナンが楽しみですね。いつもご視聴の皆さん、もしこんなテーマを扱ってほしいなど要望がありましたら、どんどんコメントしてくださいね。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。ああ、編集完了、とことこと。さあ、この後ランキング動画でも作るか。そうなら、今回のランキングは、また、無能キャラランキング作るか。お？確かさっきの動画で。明らかにキャラをディスるような企画は炎上しますが、ここが米花町であれば、ハンザーさんによって全滅させられているでしょう。ああ、殺される。